今日は遅延報酬についてお話しします。これはマルコフ決定化といえ、あるいは強化学習で非常に重要で難しい概念です。グリッドワールドの例で考えていきましょう。ゴールにたどり着いて報酬を得るためには上右と行く必要がありましたね。つまりこれはある行動を行い、またある行動をとって最終的にある状態、ゴール状態にたどり着き、そこでやっと報酬を得られたわけですね。この右上の状態からここから右に進むとあなたは報酬を得られますね。この行動がここで右に行くという行動が報酬につながる、これは間違いないでしょうね。ではここから右に行くという行動は報酬につながる行動なんでしょうか。なぜかって、ここ右に行ってもすぐさま報酬が得られるわけではないですよね。ここに右行き、かつここでも右に行くからこそ報酬が得られるわけです。例えばですけど、ここで必ず下に行くという意思決定をするエージェントを仮定すると、そうすると、仮にですが、こうピットホールの方に行ってしまう可能性もありますね。つまりは何が言いたいかっていうと、ある行動を行ってある状態にたどり着き、そしてまたある行動を行って最終的に報酬が得られた時に、この一歩手前のこの行動の価値って何だったんでしょうね。つまりここで考えたいのは、ある報酬を得た時にどの行動が結果的にこの報酬につながる行動だったのか、報酬に寄与したのかという問題です。これはとても難しい問題で、解決は難しい問題ですね。例えばですけれども、あなたは野球チームのオーナーだとしましょう。あなたのチームが試合に勝ちました。では誰の給料を上げるべきでしょうか。一番得点弾を打った4番でしょうか。一番安打数が多かった選手でしょうか。ピッチャー、あるいはキャッチャー、あるいは監督か、それともコーチでしょうか。勝利という結果に対して何がどのくらい寄与したかを決める問題というのを信用割当問題と呼びます。特に強化学習の場合は、遅れてやってくる遅延した報酬に対してどの時間でどの行動が偉かったのか、どの行動がこの報酬につながったのかという問題を考える必要があります。なので時間的信用割当問題、テンポラルクレジットアサイメント